気になるところしかなかった。 Tetsuya is bad smells because he doesn't go to bath。 むちゃくちゃですね。いや完全に和製英語ですね。 Happy wedding って日本言うよね。アメリカでは言わない表現ですね。 Happy weddingほうでは始まりました、むちゃくちゃです。さあ今回はですね、トイック満点講師が東海オンエア亮の作った英語テストを添削してみたという形でやっていきたいと思いますね。まあ急遽ね、いきなり視聴者の方からですね、これやってくださいっていうのが来たのでやりたいと思います。もう今から本当に仕事に出かけなきゃいけないんですけど、まあ電車の中で編集すりゃいいかってことでやろうと思いますね。どうもね、東海オンエアの企画でこんなになんか6人全員の企画みんな久しぶりだなと。メンバーがテスト作って、でそれを高学歴虫眼鏡がテストに関してのね感想を述べるみたいなやつで、リョウが英語の担当になっててですね、はい、試験を作っておりました。でそれを虫眼鏡が解いて、ではい何点でしたってもらって、虫眼鏡がそのテストを採点するっていうか、テストの出来としてどうっていうので、こうやってね、でも特に気になるところなかったから90点って言ってね、じゃあトイック満点講師が見たらどうなのか。気になるところしかなかった、むしろ英語むちゃくちゃですので、はい、そちらを添削していきたいと思います。で、特に東海オンエアファンの方々、勘違いしないでくださいね。量をバカにするとか、虫眼鏡ダメじゃんとかっていうためのものじゃありませんので、ね、英語って難しいんだよっていうのをね。しかもだってこれ試験の頭の中から出して作るって言ってたから、そう、わざわざいろいろ調べたりしてないわけでしょ。自分の頭の中から出したとか。はい、じゃあ見ていきますよ。1番、次の英語を日本語にしなさいと。1、タイ。まずですね、はい、いつもの通りですね、私本書く人間ですから気になってしょうがない。カッコ1の後ろにさらにピリオドがあるっていうね。どっちか一つにして、タイ、ネクタイ、まあ、もしくは結ぶ。エントランス、これはさらにピリオドついて後ろにスペースないですね。そのままエントランスが来ちゃってますけど、はい、細かいですか。はい、そうなんです。仕事上やんなきゃいけないんですよ、これ本の構成って。いつもこうやってやるんです。はい、エントランス、入り口。はい、次の日本語を英語にしなさい。はい、切符。ティケット。はい、その通り。レストラン。はい、そうですね。レストランね、スペル、高校入試とかでよく出ます。このスペル書けない人多いのに、このレスタウラントとかってね、覚える人いますよね。次が、トシミツ wants to visit the Netherlands ですね。あ、ネダランド、N 大文字ですね。トシミツはオランダに行きたい。はい、正解。そうですね、大文字にすれば大丈夫ですね。ダプラス、S つくんだよね。ダイナイレステイツみたいな形で。で、次が、Tetsuya is bad smells because he doesn't go to bath。むちゃくちゃですね。さすがにこの英語は、うん、おかしいので。徹夜 is bad smells。徹夜は臭い匂いであるになっちゃいますね。しかも、なんかそうか、自分が徹夜だからなんか言われてる感じがしますけど。smells bad でしょうね。徹夜 smells bad。because he doesn't go to bus。go to bus も言わないでしょうね。お風呂に入れば take a bath。で、ただ、毎日やるようなことなんで、take bath っていう形で、s 複数形にすることはできますね。あとは動詞使っちゃって、doesn't bathe とかね。そうやって言うこともできるし、あとは doesn't shower、ね、シャワーを浴びないよとかっていう風に言うことがアメリカだったら多いかなと思いますね。わざわざ湯船に入らない人多いですからね。はい、次です。次の日本語に合うように空欄を埋めよう。だから虫眼鏡と呼ばれているんだねだから so からいきなり始まるのね。まあ別に文頭のそうダメだって教える人も結構いますけど、別に構わないけど、 that's why とかってねやった方がいいと思いますよ。It is called 虫眼鏡。なるほど。それはってことね。それは虫眼鏡と呼ばれているんだねってことですね。それは多分虫眼鏡ってものがそのままあるのかな。それとも人の虫眼鏡の方なのかな。それだったら he is でしょうけどね。まあ、ちなみに虫眼鏡自体は a magnifying glass。あ、そうか。a magnifying glass がなんで虫眼鏡って日本って言われるの、それは虫見るためのものだからだよとかっていう会話があったのかな。次の日本文を参考にして、カッコ内の語句を正しく並べ替えなさい。正常問題ですね。柴犬は私の友人であるだけでなく、ペットでもあります。どういう状況だよ。まあ、逆は多いんじゃない？ペットであるだけでなく、友人ですっていうことの方がまだ多いんじゃない？と思うけど、逆なんですね。柴犬 is not only my friend, but also my pet. そう、only と also、これ逆に書いてますね。not only but also を使ってますね。not only A but also B ですね。A だけでなく B もまた。次は、哲也と夢丸の対話です。後のカクカク問いに答えを。哲也が、はい、夢丸、Happy Wedding! Happy Wedding って日本言うよね。アメリカでは言わない表現ですね。Happy Wedding。使う人はいないと思いますね。まあ、Congratulations じゃないですか。まあ、無理やり言おうと思えば、Congratulations on your marriage とか言うことはできると思いますけど、普通 Congratulations だけです。これ、多分、Wedding の場面なんですよね。これ、場面がね、ちょっとおかしいんだよね。Thank you very much。まあ、これ全部、エクスクラメーションマークがね、スペースついてんだよね。スペースいらないですよ。スペースなしで。
エクスクラメーションマークくっつけてください。で、Why did you get married in April 20th? まあよくある間違いです。in じゃないですね。日付だから。on ですね。on April 20th。で、これもクエスチョンマーク、スペースいらないです。あ、ちなみに TOEIC の場合だと、数字の後にクエスチョンマークつける場合は、わざわざスペース1個開けてくれます。で、これさ、Why did you get married? だったらさ、これもう、ウェディング終わってるんだよね。でもこれ多分、ウェディングの場面でしょ。だから、Why did you? はおかしいと思うんだよね。じゃあ、まあ、Why are you getting married? かな。今なんで、とか、April 20th でなんで結婚してんのっていう風に言った方がいいと思いますよ。Of course it is cannabis day. え?どういうこと?なんで of course なの ?of course? Because じゃない ?because it's cannabis day. Cannabis day. Cannabis day. 2のタイマーの話なんかしちゃって。アポストロフィー S いらないよね。Cannabis day. D 大文字かな ?Cannabis day だと。Weed day とかって言ったりしますね。タイマーですよ。タイマーの話していいの?大丈夫なの?で、夢丸 likes cannabis. え ?because it is no doubt. No doubt. No doubt か。いや、完全に和製英語ですね。和製英語っていうのはいいんだけど、間違いないって。まあ昔はね、間違いない。文字通りだったけど、今は間違いなくすげえいいんだみたいな意味でしょ?間違いないって。だからこれ、no doubt だけで意味をなさないですね。no doubt about it とかっていう時よく使ったりするんですけど、間違いないってただそのまま本当だよって意味の方ですね、当然。で、この場合は、間違いなく素晴らしいみたいな風に言うわけでしょ。だから、It is undoubtedly great とか、It is undoubtedly awesome とか、いいのこんなの言って。わからんけど、タイマーはすげえから、みたいな、そういう感じですね。Oh yes! まあまあ、Oh yes, yes, why? 大文字にする意味がわかんないですね。なんで、名乗ってなっちゃう。で、I am なんとか to the baby. That's right, that's right. で、これ答え、I'm looking forward to the baby. わかるわけないですね。この文脈で。何の話してんだろうってなるんで。I'm looking forward to the baby とか、ただ夢丸が妊娠してるわけじゃないもんね。その夢丸の奥さんが妊娠してるっていう感じなんでしょうね。また、I'm looking forward to meeting the baby とかって言ったらいいかな。まあ、タイマーの話してたから、警察がやってきたのかもしれない。そうですね。look forward to ing. That's right. That's right. That's right. 何に対して that's right なんだろう。やっぱ、あんま言わないと思うよね。ウェディングだったとして、ウェディングだったとして、赤ちゃん生まれんだよ、みたいな話はいきなりしないかな。あと話がやっぱいきなり飛んじゃうよね。or yes, by the way とかだったらわかるよね。by the way, I'm looking forward to the baby とかだったら話のつながりわかるかな。ところでですね。by the way. はい。こんな風にすれば、まあ、もうちょっといい試験になるかなと思いますね。虫眼鏡さんが挙げてた90点という点は、まあ、僕は挙げられないかとかって。まあ、何点 ?30 点ぐらいかね。出題ミスのさ、問題出すとむちゃくちゃ叩かれるからね。そう、学校の試験とかもそうですけど、ふざけんなーって言ってめちゃくちゃ怒られますからね。だからね、ほんとね、出題ミスってできない。で、まあ、入試問題なんかもそうじゃないですか。こういう YouTuber がその入試問題のミスを取り上げたりするから、すごい叩かれたりするんですよね。大変なんです、問題作るのって。まあ、自分自身もね、問題作ること多いので、まあ、学校で働いてた時なんかはね、大変でした。で、まあ、こういうふうにテストの添削とかはします、実際。先生が作ったのを見て、他の先生がチェックすることってあるんですよ。で、その中で僕はここ違いますとか、これ答え2つになっちゃいますよとかね、やったりもしてましたね。なんで、久しぶりにテストを添削するっていうのをやりましたね。はい、どうだったでしょうか。これから私仕事に向かいます。眠い。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.